日ハム上原、いきなりぶり。あのさ、ひってえへろうて剥奪されるわ。ああ、あっさり失点、これやしなにもできねえよ。いきなり得点されたぞ。マルティネスの守備範囲の狭さよ。一番最低な点の取られ方。一回で決着パターンはやめてよ。決勝の1点取られたもう終わりだよ。カエロ日曜に嫌な思いさせるな。ハイマ系メッキが剥がれた。こっから立ち直れるかどうか。もうこいつ見たくないわ。1週間準備してきて試合開始から四球連発って何やってんだよ。今のファーストゴロじゃねえの。サウナなんて入るから疲れるんだよ。休日のホームの試合でこれはダメだわ。1イニング投げ切ったら荷物抱えて鎌ヶ谷へレッツゴーだな。上原との相性的にも打撃面でもキャッチャー伏見で DH かレフトタミヤが正解だったか。もう失点とか前途多難すぎる。なんか自信喪失してる感じだね。マルティネスは打てねえ、守れねえじゃあかんぞ。ここ最小失点ならまだまだやり直せる。今年の水野の守備はなんか安定感あるな。上原って二刀流なんだよな。もう安天候でいいんじゃないか。糸井みたいになるかも。ご視聴ありがとうございました。